こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアを、始めていきましょう。今回はですね、前回の続き、ノクルと北の山のと初キャンプ、こちらですね、こちらを復刻版になりますね、行っていきます。さーて、今日おめでとうございます。当たりです。青葉たちの作先生、我々はスポーツマンシップを乗っ取り、スポーツマンシップをにじゃなくてよかったら少しお力。ありがとうです、助かりました。またお願いします。せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。さあ、今回もこのノクルと北の山と初キャンプを行っていきましょう。無理でしょ、チャレンジクエストは。まだ。みんなでキャンプやろうよ。すぐらい上屈の上級へ行きたいと思います。太陽のようですね。これと入れ替えましょう。そしてこっち行きましょうか。上級なんでそんな簡単にはいかないですが、それでも武器を装備して始めたいと思います。知能を使います。準備できてるよ、早く行こうよ。やってやろうじゃないのさ。本気で行かせてもらう。行った。行くよ。カオスセンス、カオスセンスじゃないか、こいつがこういう目か。この技で勝負だ。恋する力がみなぎってきたよ。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放って、そばにいてくれ。それって、おーすごい、大技が目立ちますね。さあ、悟りが、後ろがガラ空きだぜ。オッケー、行きましょう。恋する力がみなぎってきたよ。またドーナツ食べよ、ね、ここにお前のエネルギーを解き放って、そばにいてくれ。それって、すごい、一発で倒しました。上級でこれ倒せるんだから。なんとか勝てたね。勝てたね。みんなでキャンプやろうよ。さ、かわすそのね。すごい頑張っとるな。私も応援してるわ。さあ、犬山葵ですね。
魚を取っては。おい。え？お、コルク登場。近づいてきた。当然。当然。ありがとう。結構範囲が広いですね。行動範囲が。そっか。問題ない。なるほどね。ありがとう。ううん。そう。じゃあね。おえ。おえって。そうだな。妥当。妥当。ゆるキャン。ええー、なあ。いやいや。せやな。そうですね。なんだ。無理無理無理。いやいや。はい、あかんよ。したい。お、一緒。さあこれで、ノクルとシマリンが会うことになりますね。まずその前に上級の風ですね。あ、鈴風青葉を使いましょう。準備はいいですね。行きますよ。皆さん準備はいいですか。いい度胸です。えい。食らうがいい。ああ、何するんですか。そこです。行くぞ。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。そこです。本気の力見せてやるです。行きます。あずみゃーん。あっ、ダメージにゃーん。まとめて倒しました。しまった。ほら、一体倒しました。全員まとめて刀の錆にしてやるぜ。よっと。倒しました。ちょっと危なかった。マリンとチホの仲良し度がアップしましたね。行ってみましょう。お、はい、だな。いや違うだろう。ガク。おお、
キャンプやろ。びっくりだよ。ふぅ、お肉ちょっとふぅ、かわいい。やっぱりシマリンなんだよな。プチですね、相当強そう。そうなのか。そうだな。来るとき渡った足は壊れてるらしいから、私一人だと帰れなかったかも。そうなのか。そうなんだ。キャンプ奥さんってそうだな。嘘やで。そうなんだ。豪邸悪くない。お、なんだろうこれ。しょうが。びっくりだよ。わさびか。ツンツンってそういうことか。すごい。おお、当然。おお、そうだな。お、いいですね。そうなんだ。ありがとう。おお、鍋だ。よっしゃ。せやな。はい。必要。ふう。わあ。よし。わーい。いいですね、シマリン。終わりかな？おや、どうした？何があった今の。さあまた麺が2つ出てきました。超シナリオクエストは全てクリアですね。さあ超強敵クエストというのがあるみたいです。相当強そうだぞ。大丈夫なのか。さあ土なのでこれ強いな。草か。じゃあ行ってみましょう。準備はいいですね。行きますよ。出たな怪人め。反省が足りないようですね。行きます。この時のために練習したんですから。アズニャ行きます。アズニャー。ニャー。一気に倒しました。まあ、うまく必殺技を使うかっていうのが大事ですよね。手加減しませんよ。一発いった。
ちょっと弱いですからね。ほら、力が湧いてきます。おっと、一気にいった。全員まとめて刀の錆にしてやるぜ。よっと。ダメージだな。ちょっと危なかった。あっさり倒しましたね。相当強そうだぞ。大丈夫なのか。ちょっと手伝って。サンキュー。すごくいいね。またお願いするかも。あと12か。さ、305ですね、今。さーて、今日も気合い入れるぞ。今はこの方々とつながりやすいみたいです。初回10回召喚がある。ただね、実際はですね、これ行った方がいいんですよね。とはいえ、皆さん待ってると思うんですよね。こちらを出現、一応出現一覧見てみましょう。星5のなでしこ、星4が虎徹と、牛久花輪、あと通常の星5もたくさんあるんですよね。なので星5が他出ないわけではない。確率は多少低くなるものの、もちろんこちらは7ステップ目で星5確定チケットがあるんで、星5を確率に増やせるというメリットがあります。まあ今回はこちらで行ってみましょう。せっかくイベントやってるんですからね。開きますよ。星をコテツきた。アニマエルコテちゃんを好きなんですよね。さあ、星を以上確定だ。犬山を生きた。ゆうこか。星4以上来るよ。誰だろう。正直かや。アルケミストの立島こてつです。ナイトの犬山葵です。こういう格好もなかなか悪くないな。目立ちますね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。庄司彩が覚醒しましたね。とっておきレベルを上げることで力も今日も精一杯お手伝いしますね。ということでゲストを続きやりましょう。聞きました動物っていうのは今度から本気だ。秘密を承認。もうちょっとだぞ。私も手伝うから頑張って。
この辺にテント立てるか。あ、これ挑戦しないといけないんだ。本気出しちゃうぞ。相当強い。もっとリンのキャンプ地っていうのが、ね、温泉が待ってると思えば頑張れる。来年行ってみましょう。わーい、びっくりやな。裏面なんかあるやん。へえ。お、エナだ。いや違うだろ。よし、お前らよく聞け。なるほど、エナが加わってからの話ってことなんですね。だな。いや違うだろ。よっしゃ。よし。準備はバッチリ OK や。そうだな。おい、さらに12日より毎日1話ずつ開放されますね。みんなでキャンプやろうよ。確か、あ、あれ、おお、空箱だ。ありがとう。うんうん、力を合わせればきっと大丈夫。ありゃりゃ。もうちょっとだぞ。怪人ブランケットって。出たな、怪人ブランケット。ですよね。さあ、水属性の。的に不安は残るんですけどね。だから早めに助け得てもいいかもしれない。行ってきます。やるしかないよね。ブランケットだ。本当に動けない。占いの王妃よ。時間はかけたくありません。
これ。それじゃこれでいくわ。もう怒ったんだから。へい、皆さんお願いします。少し待ってください。今日作成だけあった。こうしてできました。結構ダメージを与えたが、5492ですね。それだ、これでいくわ。私まだまだです。さあ、藤川登場。やる以上は本気だよ。思いっきりいくよ。結構ダメージを与えますね。このリズムだとどうかな。やったな。やっぱり派手なのがいいわね。やってやるわ。クリコユリユリ恋心。結構ダメージ与えられてるが、思いっきりいくよ。パンチが。私が。こいつめ。やっぱり派手なのがいいわね。やってやるわ。クリコユリユリ恋心。こいつめ。ああ、退場だ。なんか悔しいわ。なかなかやるじゃないの。なんか強いですね。もうちょっとだぞ。私も手伝うから頑張れ。こっちは今だけ。さあ、結構もらえてますね。今のおすすめ。あんまり。今のおすすめ。イメージを与えた。なるほど。リトリウムっていうのがあるみたいですね。武器を、専用武器を進化させる。ことができるのか。つまり、チャレンジクエストで、メカコケしか、行ってきます。こりゃまたきつそうなのが。クリティカル、アンチャケイ。結構与えられる。残念、こっちでした。こうかな。こんな時にやめて。怖いから。いくよ。
準備いいよ。ダメージ欲しかったな。行くよ。ごめんなさい。やられた。無理しないでよ。戦略ってやつだよ。でも準備いいよ。やめろ。もうダメージ。ただ。えい。行く。みんな、あとお願い。私が守るからね。行くよ。クリティカル、なんちゃって。そんな、ゆうちゃん。絶対に油断しちゃダメよ。痛いの、行くわよ。クリティカル、なんちゃって。ダメージ。ごめんなさいね。残念、こっちでした。黒歴史がそうだのように。私だって。どうしてなんでこうなるのよ。なんでやだよ。1万5000ですか。ダメージが。私だってそんな負けちゃったよ。まだまだ相手が結構強いみたいですね。予備クエストやってみましょう。それでどこまでやれるか見てみましょう。副長カレン、手ごわそうだな。フラフラします。なんか嫌だな。やられる前にやっちゃえ。水着じゃ全然防げない。もうこれで終わり。全力でいきますよ。私とよさこいしませんか。3、4、3、4、3、2、3。はい、オッケー。まず1面クリアです。
交代してみましょう。そのものの魔を断ち切って死んぜよう。耐えてくれちゃって OK ですか。近づいたらぶちよ。必殺技的なやつ、行くぞ。今日の部活テーマ、よっと。マジか、月が近い。しました。私たちの勝利で、ちょっと助けを得ましたけどね。カレン、企業カレンの、まあ勝ちは勝ちです。うん、ここら辺では力を入れてる、力をつけたことは間違いないですね。見てみましょう。準備できてるよ。早く行こうよ。このくらい、私は逃げないよ。水着じゃ全然防げない。恨みっこなしだからね。これでも食らえ。やんな。やっちゃった。やりましたね。すごいなこれ。これをこうして、ああしてこうだ。やるな。やりまい。すみません。ごめんなさい。もちろん投入しましょう。スリルがありますね。緊張します。時間はかけたくありません。オッケー。さあ、3人目、攻撃したが、私を怒らせたな。はっ、やっぱお前の仕業か。